初めてだから。おはよう、今日もお仕事頑張ろう。はい、よろしくお願いします、先輩。キャー、よろしくね。ハムちゃんもやる気だね。今日もひまわりの種、美味しそうに食べちゃっていいな。私も真っ昼間から焼肉食べたい。しゃー、取らないよ。焼肉はお仕事上がりのご褒美だもんね。はい、働かざる者食うべからずです。ハム吉は別ですが、今日も一つ一つの作業を丁寧に、ミスのない業務を目指していきましょう。ミスのないか、私にできるのかな。マイスロのお仕事を始めてもう1年になるけど、まだまだわからないことばっかりなんだよね。トラブルがあるとすぐわーってなっちゃうし。もうしっかりしてください、先輩。一応頼りにしてるんですよ。本当に？もうすっかりひまちゃんの方が先輩って感じなんだけど、マイスロユーザーのみんなもきっとそう思ってるんじゃないかな。そんな風に思われてるとしたら大問題です。先輩、悔しくないんですか？別に。むしろ甘えたい、ひまわり先輩なんちゃって。さあ、雑談してないで今日のお仕事を始めましょう。はーい。あ、やっぱり先輩みたい。よし、定時で上がりたいし、お仕事頑張らないとね。定時後に何かあるんですか？聞く？なんでもないよ。焼肉ですか？まったく、先輩は本当に焼肉が好きなんですね。え？あ、そう、焼肉早く食べたくってね。さ、早速お仕事だ。定時だ。ひまちゃん、お疲れ様。お先です。え、先輩、ちょっと待ってください。まだユーザーからのお問い合わせの返信が。って、もういなくなっちゃった。仕方ない、先輩すごく気合入ってたし、今夜は私が頑張ろう。あ、お先に失礼します。え、今日もですか？あ、お疲れ様でした。上がります。え、ちょ、ま、デイジダッシュ。先輩、行っちゃった。いくらなんでも怪しい。さすがにこんな毎日焼肉に行くなんて、いくら焼肉ボットの緑先輩でもおかしい。もしかしてデートとか？先輩には彼氏が？そんな。でも先輩のプライベートなことだもん、私には関係ないし。仕事が手につかない。あんな大あくびして、まさか夜中までデートしてたとか、もしかして朝まで？そんな、いくら先輩とはいえそういうことは早すぎるんじゃ。やっぱり初めてだと難しいな。初めて？それって初体験的な？どうしたの、ひまちゃん。なんでもないです。そんなことより、今日から新しいマイスロサイトがオープンなのではないですか？え？あ、そうだね。大丈夫、もうさっき公開したところだよ。ツイッターでお知らせもしたし。え？どうしました？みんなパスワードが発行できないって言ってるんだけど。え？どうしよう。どういうことですか？ちょっと見せてください。あった、ここです。プログラムが間違っているじゃないですか。え？ほんとだ。
こんな初歩的なミスをするなんて何を考えてるんですか。これではユーザーの皆さんがマイスロできません。あってはならないミスですよ。いくらなんでもひどすぎます。浮かれすぎです。すぐに対応してください。キュ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 ッシャー。は、はーい。はぁ、あ、修正完了、お知らせも完了。ああ、どえらい。いかん、もうこんな時間じゃんね。ひまちゃんもごめんね。ありがとう、お疲れ様。お疲れ様でした。その、先輩、プライベートなことに口出しはしたくないのですが、いくら、その、彼、夜の、とにかく、業務に影響が出るのは良くないと思いますが。ごめんね。でも、もう全部終わったから大丈夫だよ。これからは、もっとちゃんとお仕事するね。終わった？まさか、失恋？ひまちゃん、これ。え？今日、お誕生日だよね。7月20日。それなのに、大変な一日になっちゃって。本当にごめん。今日は定時で上がって、焼肉屋さんでお誕生日会をしながらプレゼント渡す予定だったんだけどな。手作りの、ひまわりのペンダント。あんまり上手じゃないけどね。ひまちゃんと出会って初めてのお誕生日だし、頑張っちゃった。やっぱりひまちゃんにはひまわりの何かがいいかなって思って。でも実際のお花だと枯れちゃうし、いろいろ調べてたら手作りのアクセサリーっていいなって思って。でもこういうのを作るの初めてだったから、すごく時間がかかっちゃった。そうだったんだ。先輩、ありがとうございます。それから先ほどは口が過ぎました。申し訳ありません。ああ、いいのいいの。だって本当のことだもん。私がぼーっとしてたのが悪いんだし、ひまちゃんがいなかったら今頃もっともっと大騒ぎだったよ。本当に私の方が後輩みたいだよ。先輩、焼肉行きましょうか。え？今から？私のお誕生日、お祝いしてくれるんですよね。そのつもりだったけど、でも、もう遅いのに、本当にいいの？はい、今日は忙しかったので、お腹が空きました。先輩、おすすめのお肉、教えてください。うん、任せて！お肉のことなら、完璧に先輩できるから！それでは、よろしくお願いします。やったー！よーし、ひまちゃん、どうまい肉でお祝いしてあげるでね。いっ